どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日はですね、リメイク映画だまなしということで、最強の2人のリメイク、ザ・アップサイド、最強の2人、人生の動かし方についてだまなししていきたいと思います。で、あらすじが、スラム街出身で無職、妻と息子にも見放されたデルはハンディキャップを持つ大富豪フィリップの介護人として働くことになる。秘書のイボンヌをはじめ、周囲はキャリアも教養もなく、お調子者のデルに反対する。だが、お互いに一人の人間として接し、刺激し合う二人は忘れていた充実した日々に満たされていく。しかし、フィリップの心には誰にも言えない秘密があった。そんなあるし、二人を揺るがす出来事が起きてしまう。果たしてどん底だった彼らは人生のアップサイドにたどり着けるかという話で、で、ね、元のオリジナルがですね、フランス映画の最強の二人で、ちょっとこう、どんなんだったっけなって、特に見返してはないんですけど、面白かったなっていう印象です。明るくて。で、このフランス版の方の黒人の介護士役が、あれなんですね、ルパンの人なんだって、今気づきました。はい。あのポスター見て。へえーと思って。っていう。だからその細かくは覚えてないですけど、あの設定はわかりますけどね。設定は覚えてますけど、その細かいのは覚えてないんですけど、なんかこの、その印象だけで言うと、アメリカ版の方が、ちょっとなんか、きつい目っていうか、現実がちょっと辛い度が高いなっていう、はい、シビアな感じがしましたね。で、どこが結構こう、いいなって思ったかっていうと、この富豪のですね、フィリップが、文通してる相手が女性の、で、その方と、なんか、会うことになるんですね。なんか電話かけてみなよって、デルに言われて。で、なんか、こう、会うことになって、そっから。で、会って、最初は、デルも、こう、介助しながら、一緒にお食事、レストランでお食事する予定だったんですけど、その文才の女性の方が、二人きりで話がしたいということで、デルを返しちゃうんですね。で、最初は生き生きとこうせっせとですね、食事を切ってこう、なんか、スプーンですくって食べさせたりとか、なんかして自分も食べてみたいな、やりながら喋ってたんですけど、こう喋ってるうちに、なんかその女の人が、旗と我に返る瞬間というか、なんか、こう動かない手とか、あとそのマフラーっていうのかな、なんかスカーフについた、なんか、ソースとか、見て、引いていくんですよ。どんどん女性が。うわ、来たな、みたいな。多分ね。で、その引いてる様子を、もうフィリップも、もう感じ取って、もう帰るって言って、帰るんですね。で、そっからちょっとその、黒人のね、介護士であるそのデルとの関係がちょっと一回悪くなるんですけど、その女性が引いてく様が結構リアルだなと思って、そこが結構いいなっていうか、グッときたシーンなんですけど、なんかそれフランス版だったか覚えてないんですが、そういうリアルなシーンあるといいですよね。なんかここ見事だったんですよね、そのシーンが。だからそのシーン見えて、特に期待はしてなかったっていうか、オリジナルがもう面白いんで、別にそれでいいじゃないですか。なんかリメイクしますけど、ハリウッドってよく。だから、別にな、なんでこれリメイクしたんだろうなと思ったんですけど、でもまあ面白いし、元が面白いね。で、その女性がね、引いてく。うわーって、思って引いてくシーン見れて、よかったなっていう、いいもん見たなっていう
感じがしましたね。うん。あと、ちょっと私的にこのデルが、ちょっと最初ズーズーしすぎるっていう感じは、まあ変わっていくんですけどね。なんかちょっと、あんまり好きじゃないなっていう感じしましたね。なんか、うん。そう、どうせお金持ちなんだからいいじゃん、ちょっとぐらい。みたいな感じがちょっと強いなっていうのはありましたけど、まあそれもね、構成されていくというか、はい。なっていきますんで。っていう感じですかね。はい。で、オリジナルよりも10分ぐらい長いのかな ?125 分。まあ、そうですね。うん。まあいいかな。まあ、はい。で、プライムビデオと、ビデオとUNEXTで見れますので、よかったら見てみてください。とにかく豪華なね、調度品とか、こう、マンションのそのね、一番上の階のね、様子とかが、綺麗に出てましたし、はい。良かったんじゃないかな。っていう感じがします。対、ね、この黒人の青年の雨漏りしちゃってるアパートみたいなね、ところも、すごい、そういうの描くのうまいよな、とか思ったりしました。ということで、また何かあったら、あげていきたいと思います。終わりです。